せーの、チョコレートラビーズ。黄色だとかりちゃったもん。キュンピンクだとかりちゃったもん。キュンピンクだとかりちゃったもん。せーの、今回ラビー君大人気コーナー、お家で作ってみよう。これ人気なんですか。今回も TikTok で大人気、はい、たこ焼き器で肉巻きおにぎりを作れます。はい、いいじろ。ということで、たこ焼き器で簡単に肉巻きおにぎりが食べれるということで、はい、作れるんですかこれで。もうほんと簡単、肉引いてお肉やって巻くだけ。めっちゃ簡単だね。ということで、やっていきたいと思います。これは、はい、早速やっていきましょうか。やっていきましょう。まずこちら、豚バラ肉。豚バラ肉。そしてネギです。そしてご飯。ご飯と焼肉のタレ。簡単、これだけ。はい、でちょっと塩コショウとかあればいいね。そうですそうです、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、コンセント入れますね。お願いします。期待してるんだよね。でも今回サムギョプサル超えるんじゃないかなとか思って。いやー、サムギョ超えてほしいかも。パパ食べて、パパ帰ろう。はい、豚バラ美味しいよね。うん、なんか往復させるぐらいの。やばいね結構。まあ巻くから最終的に置いて、ご飯置いて話し整えて焼き始めるぐらいの感じの、うん、先にこれでさ、うん、ちょっと火を通してさ、通ってきたなと思ったらさ、入れちゃえばいいんじゃない、これで。完成です。食べていきましょう。はい、割り箸を数個もらう。じゃあ全部使っちゃおう。肉置く用の箸で。皆さんね、あんまりね、肉やったやつ食べないでくださいね。お腹壊したね。そう、危険なんでね。私はあの人と仲良くなりたいんですが。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ着火しちゃってください。いきましょう。はい、最大値 OK。 じゃあ手袋、手袋でご飯を握っていきましょう。はい、あっ、くっつく、くっつく、あ、くっつく。水にならした方がよかった。早いね。多分本当にこんぐらいだった。僕はちょっとデカめにいっちゃいますけど。ちょっとこれあれだね、形整えるのが大変だね。うん、結構思いっきり丸々いかないね。やばいやばいよ、やばいよ。あ、水つけたらいいよ。ほんとだ。まあ、水つけてください、皆さん、ちゃんと。水をつけないと、丸まらないです。あ、やばい、でかっ。でかいよ。でかいな。ちょっと。丸められんの、これ。それ、うまい。うまい。これ、うまいよ。中華だったのかな。最初、入れていて、入れて巻いた方が、やっぱ、うまくいく。俺らも振っといてください、そっからもう。ご飯やばくねえって。完成で。わあ、美味しそう、すげえ。カニちゃんがマジでやらかした。これ全部カニちゃんだからね、この辺。入れすぎたんだって。ガキが。ガキが出しゃばんじゃねえや。なぜクソガキども。見てください、これ。入れうまい。多分これが一番成功。これすごい。これ失敗。こっちなの、こっちなの、こっちなの。ごめん。ごめん。めえ。これ塩コショウで食べよう、最初。次タレ使おう。そうだね。合わせてください。いただきます。いただきます。うん、普通に美味しい。うん、あ、普通に美味しい。美味しい、マジで。うん、ラスト1個ずつ作って。オッケー。やっぱ最初丸めないとダメやな。うん、あ、たぶんカルピス使ってる。カルピス、カルピス。うん、お茶飲んだからもう仲良いそう。食事会して終わりみたいな。ほんとにね、再生してください。お願いします。お願いします。俺たちの自由が効かなくなるから、これ見てもらえなくなったら終わりだよ。終わり。はい、ということで、はい、2回戦見てみましょうか。さっきの反省を踏まえた上でやっていきたいと思います。はい、まず大事なのは先に巻く。先に巻くですね。で、ここ一番大事、ご飯を少ない、少ない、もうあるかないか欲張っちゃダメ。いきましょう。はい、いっちゃいっちゃい。2枚折りみたいな感じで。じゃあ先にもう、うん、ちょびっと置いちゃう。ほんとちょびっとで、見栄え重視でいこう今回。ガチでウサギのうんちよりちょっと大きいぐらいかな。あとでこれで。これちょっとでかく感じできた。横漏れちゃうと。そう、尿漏れと一緒だね。ちょっと難しい。巻いちゃう、巻いちゃう。でっか。いや、もうでかだから、中の。でか。やっぱ半分に切るべきかもな。待って、来た。あ、うまい、うまい、うまい。食べる。早いよ。じゃあ、いっちゃって、一口。早いよ、一口いったら死ぬよ、俺。で、最後は、タレをもう上でかけて、ネギかけて。その間、ちょっと片付けしましょう。そうだね。よかった。ご飯送りで。おー、すごい、うまそう。頑張ってるよ、でも。頑張ってる、頑張ってる。うまいね。オッケーオッケー。さっきと比べたら全然全然いいよ。次やるやつは、うん、あの見つけてきたんで、ご飯食べる系なんですけど。あー、なんか焼くやつ。いや、次回はまあまだここでは言えないですけど、うん、あの、また送りますリンクを。わかりました。はい、おー、いいね。じゃあタレいきましょう。じゃあ最後もう一回火つけて。おー、うわー、うわー。ネギネギネギ、会社ネギ、会社ネギって。よし、来た来た、オッケー、ナイスナイス。え、これまず、色合いやばい、ここサムネ。はい、どうぞ、完成。おお、たこ焼きだ。たこ焼きではない。入っている。痛い。ああ、ああ、救急車の方。見てください。肉巻きおにぎりでございます。
手を合わせてください。はい、いただきます。いただきます。熱っ。うまっ。うまい。うん。え、さっきとどっちが美味しい？さっきの方が美味しい。塩コショウの方が美味しい。塩コショウの方が美味しい。うんうんうん。はい、ということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でも美味しかったし楽しかったし、うん、ご飯ポイント掴んでね、うん、結構綺麗にできたんで良かったかなと思います、うん、お肉のサイズとご飯の量には注意して作れば、それだけだよね。先に巻く、うん、ご飯の量少なくする、うん、お肉のサイズを注意する、うん、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そして毎週水曜日夜8時からツイキャスアプリで、はい、放送してます。チョコラブと検索すれば出てきますのでよろしくお願いいたします。はい、日曜日にはですね YouTube チャンネルでゲームさせていただいたりとかしておりますので、はい、ぜひぜひチャンネル登録してお持ちいただければなと思います。お願いします。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。お願いします。下にありますんで、またこれやってほしいとかあったらコメント欄ください。あんまないんだよね、見てる。ないね。うん、みんなコメント忘れないでほしい。高評価も忘れずに。お願いします。せーの。最悪だよ。